カロン・バトラーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、ラシーヌ出身のバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズなどに所属していた。ポジションは、スモール・フォワード・シューティング・ガード。201センチメートル、103キログラム。相性は、カーナも、タフ・ジュース。15歳になるまでに15回逮捕されるという、スサ少年期を過ごした後、 コーチ所にてバスケットボールに目覚める。その後は奨学金を得てコネチカット大学に進学。1年生の2001年8月には日本で開催されたフィバヤングメン世界選手権にアメリカ代表として来日し優勝を飾った。2年生にはビッグイーストカンファレンスの年間最優秀選手に選ばれ同校を同カンファレンストーナメント優勝と NCWA トーナメントのエリート8進出に導いた。2002年の NBA ドラフトにて、マイアミヒートから1巡目10位で指名を受けて NBA 入り。ルーキーシーズンから先発に起用され、1試合平均15.6得点5.1リバウンドの好成績を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。2年目となる2003から2004シーズンは、 怪我に悩まされたこともあり、成績は後退シーズン終了後、シャキール・オニールとの交換で、ラマー・オードム、ブライアン・グラントと共にロサンゼルス・レイカーズに移籍する。レイカーズでは1シーズンだけプレイし、2005年にワシントン・ウィザーズに移籍。ウィザーズでは前シーズンに、公主両面で活躍しながら、チームを去ってしまったラリー・ヒューズの後釜としてのプレーが期待され、 ヒューズとギルバート・アリーナス、アントワン・ジェイミソンで形成されていたビッグスリーの新たな一員となった。バトラーは持ち味であるフィジカルなディフェンスに加え、得点面でも活躍17.6得点6.2リバウンドのアベレージを残し、ヒューズの穴を見事に埋めてチームの2年連続プレーオフ進出に貢献した。 2006から07シーズンには19.1得点7.4リバウンドと、さらに成績を上げ、自身初のオールスターにも出場。チームもカンファレンス上位に食い込むなど、好調なシーズンを送るかに見えたが、シーズン終盤になって、AS のアディーナスが負傷により、チームから離脱すると、今度はバトラーが右手を骨折してしまい、以降プレイオフまですべて欠場を強いられることになった。 2007から08シーズンはアリーナスがシーズンの大半を欠場したが彼の穴を埋めるべくバトラーは奮戦。バトラー自身も怪我に苦しんだもののアベレージはキャリア初の20得点オーバーとなる20.1得点を記録しフリースロー成功率は90.1%でリーグ6位にランクされた。アリーナスの欠場もチームは逆に勝率を伸ばし プレイオフ出場を果たした。2010年2月13日、ブレンダン・ヘイ・ウッドラと共に、ジョシュ・ハワード、ドリュー・グッデン、ジェームス・シングルトン、クイントン・ロスと交換でダラス・マーベリックスに移籍した。2010から11シーズン、マーベリックスが NBA ファイナルに進出。4勝2敗で、古巣のマイアミヒートを下し、初の優勝を経験した。 2011年オフ、f a となりロサンゼルスクリーッパーズに移籍する。チャンシー・ビラップスと共に、ベテランとして若いチームを引っ張った。2013年8月29日、ミルウォーキーバックスに移籍した2014年3月1日、オクラホマシティ・サンダーと契約した。2014年6月15日、デトロイト・ピストンズと2年900万ドルで契約した。2015年7月10日、 サクラメントキングスと2年300万ドルで契約した。相性にもあるように、タフで、情熱的なプレーを信条としている。NBA 入り当初はフィジカルなディフェンスを評価されており、平均スティール数は、毎シーズンリーグ上位に名を連ねている。近年では、オフェンス能力も開花しており、スリーポイントシュート成功率を伸ばすなど、シュートエリアを着実に広げてきている。ありがとうございます。